皆様こんにちは、市長の高島でございます。今日は、地域交流サロンの開設誠におめでとうございます。そしてこの開設にあたって大変ご尽力をいただいた皆様方に改めて感謝を申し上げたいと存じます。福岡大学といえば本当に普段から人材育成、そしてまた地域づくりにおきまして非常にお力添えを普段からいただいておることに改めて感謝を申し上げたいと存じます。今江藤学長からお話しいただきました通り、去年の3月に福岡市と福岡大学は包括連携協定を結ばせていただきました。そしてこの協定に基づきまして創業スタートアップの分野、それから、健康づくり、健康のまちづくり、こういったことに関して共同事業を立ち上げたところでございます。そうした中で今創業スタートアップというお話をしました。ご承知の通り福岡は、グローバル創業トップを取っているわけでございますが、実は4月の23日に、世界最大級の創業のスタートアップイベントでスラッシュというイベントが東京であったんですが、お台場でこれはアジアとしては初めて開催をされたわけです。そこでは80以上の国から1万、2000人だったか4000人だったか、それぐらいの方がいらっしゃって、会場はすべて公用語が英語なんですね。私も、政治家代表としてそこでスピーチをしたわけです。フィンランドとかで生まれたイベントでしてね、首相がクラスが皆さんいらっしゃるというのなんですが、そこで、プレゼンテーションをして会場を行くと、ね、いろんな方がちょっといいですかってプレゼンをしてくるわけです。私たちこんなことやってるんです。2組福岡大学の学生から声をかけられました。びっくりしました。ちなみに他の大学の方はその時は私には多分合わなかったですね。福岡に関してやっぱ福岡大学の、ね、学生がガンと前に出てきて、ね、プレゼンしてくれたのものすごく嬉しかったです。で実際に取材もたくさん受けたんですけれども、福岡のパワーすごいですね、東京でイベントがあってるのにすごいですね。やっぱり福岡大学といえばざくっての社長をたくさん輩出する学校ということでも有名ですが、やはり自分で何かを生み出すとかチャレンジをするっていうね、そういう学生を本当にたくさん生み出しているんだなということを改めて思いましたし、またこの去年の包括連携協定をきっかけにして、新たに一緒になってこの福岡を中心にですね、日本全体を大きく盛り上げていけるなということを改めて確信をした次第でございます。そして今回の地域交流サロンでございますけれども、これはものすごく大きな意味があると思います。地域のさまざまな課題を学生の皆さんと一緒になって解決をするように、いろんなチャレンジをしていこうというですね、難しく言えば最近入るイノベーションですね、こういったものが生み出される空間になっているということです。実は私この後は、今日はですね、福岡イノベーションウェーブという、これから7月にかけて、連続でこの創業トップに関連したイノベーションを見つけ、いろんなイベントの今日キックオフイベントが実はこれからあるんですね。でこの仕組みというのは、いろいろあるんですけれども、特に今日は、イノベーションスタジオというですね、産学官民で地域のいろんな課題を出し合って、その立場が老若男女、起業している人から学生さんから高校生から、いろんな人が入ってきて、地域の課題、そしてその解決策をいろんな形でみんなが自由な発想で出し合って、実際にそれを商品化まで企業の力でするっていうような、そんなチャレンジなんですね。でこれを今日これからキックオフイベントしようかというところだったんですけどね、まさにこの城南区というこの地域の中において、福岡大学でこういう常設の場が設置されたというところは、これは非常に大きくて、今日は地域ホットブックというものが配られております。今私もちょっと見ただけなんですが、吉村区長から、ちょっとこれ見てくださいって今言われましてね、もうすでにこのように大学の皆さんと地域の皆さんでこれだけの実績をもうこれまでも積んできているということは、これはすごいことだと思います。この地域交流サロンという場が、常時できることによってですね、普段からそういったイノベーションが起きている、地域の皆さんの課題を例えば行政がお金で解決をしたら、もうこれから少子高齢の時代なんかそういうわけにはいきません。日本全体として人口が減っていく中において、やはり地域の皆さんそれぞれが新しいやり方で、そして力を合わせながら
解決する正しい解決策というものを出してチャレンジをしていくということがこれからの日本にとってとても大事なことだと思っています。きっとこの創業精神あふれる福岡大学の学生の皆さんと、そして今日も自治会長の皆さんも、お顔を拝見できますけれども、こういう地域の本当に活動というのはですね、非常に盛んな城南区でございます。作りかけたので、ね、リアの事例でございますけれども、いろんな地域のチャレンジというものをですね、ここから本当に生み出される日本で本当に、最先端の成功事例みたいなものをここから生み出して、この副大、地域モデルというものをですね、ぜひ全国にここから広がっていくような、そんなものがここから生み出されればいいなというふうに大変期待もしているところでございます。本当に今日お集まりいただいた皆さん、そして、これからたくさんのとともにですね、これからたくさんの皆さんが来ていただいて、そしてこの場が普段から学生と地域の皆さん、さらには企業の皆さんなども入ってきていただいてです、みんなで、そういう明るいこの地域づくりに向けて発信ができ、そんな場になることを記念いたしまして挨拶をさせていただきます。本日はおめでとうございます。